どうも。どうも、なおこです。何ですか？今日はですね、はい、ちょっと白物が見つかりまして。何それ？持ち上がるかな？動いてるかなと思ってね。きたねー、イケレルミン。何これ？これ見てください。これ、そこから。何ですか？倉庫掃除してた。出てきたの？出てきた、ね、お金でも詰まってんじゃないかと。ジョークラって書いてない？これこれ、あ、本当です。ジョークラって書いてあるよね。ちょっとこっちは色汚いよ。あ、これあれだ、昔の住んでたとこだ。え2741、ほら電話番号とゆあれ、あの郵便番号。これはね、見覚えがあるよ俺、この番号。エージェンシー。あ、タラベエージェンシーか。これは昔の番号で、ああ、そうだそうだ、あの目黒に移ってからがこれになったんだよ。そうだそうだ、ジョークラだ。ほら、ジョークラだよ。ちょっとこれ拭かなくて大丈夫ですか？いいよいいよ。だってまた戻すんでしょ？何が出てくるか分かんない。ね、いやだ。虫が湧いてたらどうする？何それ？ちょっと、はい、いい、開けて。どうぞどうぞ。見て。何？譜面じゃん、これ。うわ、出た。譜面、譜面。これキャバレー回りした時とかにバンドさんに渡して、これフルサイズとか。すごい。そう、あ、踊り子だって。踊り子ってど、え、踊り子カバーですか？違うよ、なこさんの曲。オリジナルって書いてある。なんだかな、これは。ソーソーロング、うん、覚えてる。覚えてる。うわー、シグウレって、カイさんから。はい、はあ、これか、カイさんの曲。うん、私は一人ぼっち、さよならを添えて、まさかあなたが恋の身代わりを私に紹介してくれるために。これは貴重ですよ。振られてやるさ、杉本昌人。ああ、うん、杉本昌人さん。ねえ、誰か聞いとくれ、私の恋物語ってやつ。いいじゃない。すごい。どれ？これ？大丈夫だ、いなくなった。はい。何？忘れちゃった。忘れた。じゃあそれは、これは雨が空を捨てる日は忘れた昔がこう叩く、忘れられない優しさで。これラララサンバ、これ多分ね、サンバ、うん、あの普通の譜面からちょっとアレンジ変えたんだと思う。いろんなバージョンあるんですね、ライブだから。うわー、出たよ、別れ。土砂降りの雨の中で、これは確かね、なんで歌ったかってね、あっこちゃんが体調悪くなって、うん、私が代わりにディナーショーを買ったじゃん。その時やっぱりあっこちゃんの歌を歌うなんて失礼だなと思って。うん、そうか、そういうことがあったのね。あった、昔ね、あった。誰かが鳥だっ て、 だって知らない。歌ってみて。え、知らないもん。いや、何にも分かんない、全く浮かばない、忘れちゃった。鳥になって、全然違うと思うよ。夢枕、夢枕はあんな男の一人や二人、どうってことないよ、私にはあいつがバレてこそこそと逃げ出す男なんてごめんだよ。これもあの子でしょ。あの子気になりますね。だけどやっぱり寒い晩には、おう、旅路なかった。あっ、じゃ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 、旅路の果てあなたに会う、チッチャッチャッチャッ、
綺麗な頃に会えなくて、熱いシャワー浴びたその時に、昔々に戻る。カッ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 、嘘は夢。もういいか。いや、聞きたかった。これすごいね。え、これ見たことありました？譜面、譜面は見たことあるけど、こんな風にしまってあると思わなかった。撮ってやったのが、これ貴重ですよ、これ。これね、譜面はね、はい、アレンジ屋さんにね、はい、あの、アレンジ屋さんってアレンジしてもらった、もらうでしょ、はい、それを譜面にしてもらうとこあるんですよ。すっごいお金かかるの。だからこれはね、財産なんですよ。いや、そんな、いいですか、財産なのに。これがもう、フルサイズの、フルサイズっていうか、あの、フルバンドの厚みが全然違うから、いっぱい書いてありますよ、なんかね、ここに、うん、パートが全部分かる。はあ、サックス、トロンボーン、うん、すごい。そうよ、昔はもうトランペットを番組行ったらもうフルバンドだから。はあ、これ番組用か、うん、番組とかだね。そう、ゴンボーいらない。字はもうこれか、カラオケ。あ、じゃあ、おお神様、あいつなの、あたしなの、悪いのは教えて。話したこれで通じるだろう。なぜ海鳴りが寂しがる夜は、古い時計が鳴いてまだめる。遠く過ぎて行った。これ何これ、何は恋しぐれだって。グッナイベイビー、すごいね。グッナイ、グッナイベイビー、涙こらえて。グッチ雄三さんと。そうすごい。醜い昼の子、冗談だよ、本気で言うはずないじゃないか、鏡を見ろよと言われるのがオチ。出た。じゃじゃん、じゃじゃん、旅路の果てあなたに会う。綺麗な頃に会えなくて、はい、これエレキギター。これベース。ああ、そっかそっかそっか、うん、パートのね。そう、パートのピアノ。これもう今でもそうでしょ、だから。そう、ピアニスト、これドラム、ミュージシャンの人にこれパッと渡せば、うん、トランペット2。今度バンドの人に渡してみようか。コンダクター、コンダクター用の、コンダクター用。すごい、アレン、もうアレンジ量がまず高いじゃん。でそれを譜面、あのシャフね、うん、シャフをしてもらうところに出してやってもらうんだけど、それも高いね。本当はこれ会社のものなの、田辺選手の。あ、どうしました。内緒にしとこう。内緒にして YouTube アップしちゃえばいいじゃん。誰も見ちゃいないよ、田辺選手の人間なんて。でもほら、田辺選手これ置いといたって誰も使わないもん。はい、空港でね、はい、開けろって言われるのよ。なんでかっていうと、はい、あの3億円強奪事件があった後、これを持って歩いたのよ。じゃそしていつもそれ開けてくださいって言われて、え、これですか、ちょっと開けてって、ファーって警備員が集まって、はい、開けると譜面と私の衣装としか入ってないんで、あ、がっかりされて、どうぞだって。というわけで、譜面がこんなにあったってことが分かりました。もう、多分こういう人たちはいないと思います。
あのフルバンドの譜面がいっぱい入ってました。私の宝物です。どうかグッドとチャンネル登録よろしくどうぞ。じゃあまた明日。明日はない。バイバイ。それ服どういうことですか、これ。今日のとめちゃんの服だよ。どういうことですか。下？はい。ちょっと待って、裏返すから、裏返すから、とめちゃんからもらったやつ。これ下？下？ズルしませんか？下は、うん。寝巻きちゃう。寝巻きちゃう。突然でしたからね。そう、あんたが急に言うからさ、はい、じゃあ上に来ちゃおうっつって。そうでしたね。はい。じゃあね、チャンネル登録とグッドは忘れなく。バイバイ。